どうも、バロンザーマスです。今回は130クラウンですね。で、ここ、記事がないんですよ。ですんで、カーペットを切り入れておこうと思って。傷がつくと嫌なのでね。で、別の動画になるんですけども、限界ニュータウン編って私やってまして、そちらの方で、建材いろいろあるので、今、カーペットをですね、こう切り分けて、で、あそこに引くようにサイズを測って、まあ、入れておこうと。まあ、それだけなので、ただのサービスでございます。で、1枚目のカーペットは、インディゴブルーというカラーになります。この内装の色に合わせてるんですね。まあ、大体一緒っていうだけですけども。で、2枚目、こちらはシートの色に合わせたもののカーペットになります。まあ、結構浮いてしまったなということで、やっぱりやめとこうと。インディゴブルーで決定いたしました。これで傷がつかないんでね、ひとまず安心です。いい感じ。まあ、色がだいぶ合ってますよね。次、ワイパーね、ブレードごと変えようと思ったら、よく見たらこれも、トヨタ純正でございました。トヨタ純正、こだわってんなと思って。で、これね、全部新品した方が綺麗なんですけど、純正マニアの方も多くいらっしゃると思うので、今回はゴムだけ、ワイパーゴムだけバラして交換することにいたしました。まあね、ワイパーじゃそんなに高いものではないので、まあ、もっと綺麗な方が、この黒塗装が綺麗な方がいいっていうのであれば、普通に、ホームセンターやオートバックスでまた買い替えてもらったらいいことなので、ゴムだけ交換しております。で、続きましてスピーカーですね。純正スピーカーかなり美しかったので、逆に保存するたびに入れ替えます。今回は、カロッツェリアの MAX 100W の方を入れさせていただきます。やっぱコアがね、大きくはないので、10センチですね。16センチとかではないので、あまり純正と差はないんですけども、純正だとね、紙製のとこがあって破れたら困るので、大切に保存するためにカロッツェリアに入れ替えます。で、しっかり音ね、音量上げても、まあ壊れることはないという意味でいいと思います。で、内装見てください、この角度。美しくないですか？このカラーも含めて色褪せがほとんどないと。で、それをまあ撮りたくてこの角度で撮ってるんですけども。まあ作業自体は、この前の動画の時にですね、一回バラしてますので、オーディオの入れ替えの時に。まあネジどこ外してんのってのちゃっちゃが取ってるぐらいで飛ばさせていただきますけども、このね、今抜いたグローブボックスの上のパネルを外した裏側に純正のスピーカーが入ってましたよね。で、今まで1個しかないと大騒ぎしてたんですけど、実は2つちゃんとあったと。で、入れ替えて気づいたんですけども、音の位置がやっぱり悪いですね。これだけについては、左側は上側に来て、で、右側は運転席のパネルの下についてるので、ちょっとね、音にタイムラグが出ます。ですので、まあ、いい音楽、ずんどこ聞きたいっていう人には、もうそもそもの位置がもうすでに間違ってる。皆さんこの純正、綺麗でしょ？めちゃ美しゅうございました。これ大切に保管するためにこうして、破れもございませんでした。このままで。で、今からね、このカロッツェリアをうまくつける。見てください、この付け方。こう裏側から、フレームの後ろへこう回していって、ネジ2本で止めるんですけども、このカロッツェリアのスピーカーを選んだ理由のもう一つ目が、止めるところをね、少しね、鉄板を切ってあるんですよ、これ。で、なんでこんな作りになってんのかなと思ったら、トヨタ純正で引っ掛けようだったんですね。で、今音楽鳴らしてみて、音のチェックをしているところですね。まあ、このチェックを忘れちゃダメですよ。音鳴ってないのに、ね、閉じ込めてしまったら、もう一回パネルは、ね、外すことになるんで。で、これ今入りましたね。この右側の部分がこう切れてあるところ。鉄製の部分切れているのでしっかり止まるようになってました。さすがカロッツェリア。で、これはもうあとは元に戻していくという作業です。まあ、この辺はもう慣れたもんですね。傷つけずに丁寧に入れていきます。このカーペットもプレゼントします。扱ってないですけど。シート色に近い方ね。で、今入れ替えて、運転席から見たら、まあ、サッシが取りやすいように向きを変えておきましたというだけなんですけども。これは単純に僕は几帳面だけでございます。で、こういよいよ運転席側ですね。こちらの方はちょっとね、もう映せないぐらいこう下に潜り込まなあかんというのが大変でして、まあ実際交換してますよという動画になるだけなので、もしこの裏側の配線状況がどうなっているのか知りたい方は前の動画をご確認ください。で、二つとも交換しましたと。両方とも破れのない素晴らしい純正のスピーカーでした。これは大切に保存しておきましょう。で、新しく入れたらここにカロッツェリアが入りましたよという動画となっています。で、次トランクですね。トランクをチェックすると、内張りを止める用の、まあ、ピンがなかったって4箇所あったんですね。合計で5箇所で、
で、そのうちの4つはこのトランクの裏側ですね。このちょうど後部座席の裏側のやつは、一旦、ドコモの車載電話を取るときに多分外されたと思うんですけども、そのまま、このクリップがなかったので、新しいのを入れ替えて付けておきます。やっぱりこういうパチッと止まってないとかっこ悪いですからね。で、4つはこれで埋めたんですけど、もう1つだけは、ただの目くらのパネルのがあって、ただにここに穴が開いてるんですけど、そこにはめ込む用のクリップではない、なんて言いますか、本当に目くらなんですよ。で、それはちょっとトヨタさんに、いずれ車を持っていくときに、これあったら、売ってくださいな、みたいなのをしようと思ってるので、とりあえず4つ、こうやって止めなきゃいけないものは、こちらで用意して止めさせていただきました。はい、止まりましたよ。これでね、形がしっかり合ってるので、とっても安心ですよね。ここね、細かい芸にはなるんですけど、大事だと思う。続きまして、また細かい作業ですけども、LED 忘れてたところですね、上2つ。これ後部座席専用でついてるんですよ。真ん中に1個と、左右のリアに1個ずつ、読書灯みたいな電灯がついております。これをバラしてですね、交換しますよっていうことなんですけども、これのね、すごいところは、見てください。これ割れがないんですよ、爪に。普通これ割れてること多いんですよ。力いっぱい引っ張る人がいるんで、バリーンって壊しちゃうことがあるんですね。でも、外したことがもしあるとしても、なんか工具をちゃんと使ってるなっていうのがよくわかって、これ、レアです。割れてないのはすごいありがたいです。引っ掛けてるだけなんで、両方の爪がどっちかでも折れたらもう両面テープが貼らなあかんよね。これもほら、残ってるし、これ読書と OK ですね。ちゃんとハマってるかのチェックをいたしました。ザ・マスチャンネル。はい、というわけでね、細かい作業の方大体完了いたしました。室内灯はすべてこれで 6000K のホワイトの LED に交換しました。色がね、どっかだけ明るくて、どっかだけ12000で6000だとかっこ悪いに、すべて6000で統一しております。で、この動画はね、最初の時の走行チェックの時なので、最初はこんなんだったよっていうのも合わせて見ていただければと思うんですが、完全に覆面パとかやタクシー仕様っていうだけあってですね、素朴なれど質実剛健な車となっております。で、他にも YouTube でいろいろアドバイスもいただきましてね、で、中でも面白かったのは、そのシートの下にタクシーみたいに白地のね、選択できるシートカバー引いたらっていう意見をいただきまして、それちょっとありかもしらんなと思って、もう覆面パとかって言ってましたけど、そのシートのことだけはどうせね、純正のこのシートを守るためにも、そのシートの方をちょっと発注しようかなと思って、タクシー会社専門で、そのシートカバーを下ろしている会社さんがあるんですけども、そちらに問い合わせした次第でございます。ですので、それがうまく手に入って一回つけてみようかなと思っているのが一つ。あとはね、いよいよ機関と内装がほぼ終わってるんですけど、運転席側のシートの上部の破れ、これを手縫いで縫われてるところがあるので、そこはなんとかリペアしたいことと、でもう一つは今足回りずっと書いてるんですけど、キコキコカタカタ、もうこの世代の車必ず言うんですね。で、私の100系のハイエースもギコギコカタカタ言うんで、トヨタさんに一回持ってったんですけど、でもザーマンさん気にしすぎやで、このぐらいになるからもう物資の交換とかやめて、何かショックのね、エアが抜けたとかそういう時に一緒にやったらいいですよって断られてしまったんですよ。でも今回のクラウンについては、ちょっと、めんどくさい作業やけど、よかったらゴム変えてもらえませんかって頭下げに行こうと思ってるので、何らかきしみ音が軽減するような形にはやっぱりしておきたいと今回は思っております。ですね、あとはトヨタさんに持っていく、もうほぼプロに任せて終わってしまう状況に今入りましたので、ご報告申し上げます。あと私がやることって言いましたら、内装のこのね、上のダッシュボードについてあったカーナビとその配線を押さえるようなクリップ、を剥がした後のノリをきれいに取ることをですね、これは地道に丁寧に取っていきたいと思っております。もう間もなくの出品となりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼します。バイ。